はい、リップラップの岩崎です、今回はね、紹介したいものがございます、これわからないな、わからない穂先なんですけど、ソリッド穂先にしてありますっていうのもこっちの方がいいかな、こんな感じです。ここで、まあ、折れちゃったから修理したいということで、受けたまりました。まあ通常の、修理、折れ修理、まあチャンス出しでもいいんですけど、最近この、修理方法を、結構おすすめしております。穂先をソリッド削って、これついでやるんですよ。ちょっと片手だとやりにくいな、すいません。ここでね、ちょっとブレたりいろいろありますが、まあこんな感じで、こいつを削って、ここに差し込む、まあ、こいつが折れた部分ですけどね、ソリッド削ったので、だいたい調子、合わせてありますが、やっぱソリッドなんで風合いが変わります。このちょっと曲げた時のテーパー見てください。まあ綺麗にこういう風に削ると、調子が綺麗に作れて、より細かなアクションがソリッドでやりやすい。ちゃん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 ちんちゃんとね、これをおすすめしてます。まあ違う竿になるので、それがいいのか悪いのかなんですけど、例えば今日もご相談いただいたんですけど、同じ竿持ってて折れてる竿があるんだみたいな、まあ、こんなのは1本ソリッドにしちゃって、違う、パターンで使ってもらうというのはかなりおすすめだと思います。まあより一つ軽いもの、より、小場所、小物、小物というか小技、そういうのに効くと思います。まあ8.3 とか 7g のテキサスを標準で使ってる竿があって、それが折れてソリッドにするならば、まあ、3.5g だ 5g だとか、一つ下の番手の、軽いものを極力動かさず、ヘビダンとかフリーリグどうなんやろ、それビキュンかな、まあちょこちょこちょこっと移動距離の線、移動距離を、大きく取らないような、まああんまり動かさないような、展開の誘いにはソリッドが向いてるかと思います。あ、ちなみにこういうのも売ってて、キュッと刺したらいいだけなんですけど、さすがに調子が綺麗に作れなかったりする、調子がうまいこと合えばいいんですけど、合わないとちょっとやっぱり、うまくいかないので削らないといけないと。削ると、やっぱちょっと料金が、向くのソリッドカーボンから削るので少しかかります。2万円から今も2万5千ぐらいご予算いただいてますかね。これはガイドの、個数や、ガイドの状況にもよりますが、そんな感じです。こっちでついたらもっと安いです。これこんなもんでね、パーツ自体はこれぐらい安いんで、まあ1万5千とかでいけちゃったりもします。まあそんな感じでソリッドチューニングの修理方法がおすすめなので、今回ご紹介させていただきました。折れて元通りにするのもよしだし、ちょっと気分を変えて、自分だけのオンリーワンの竿にするのもよしだと思います。ちなみに皿、折れてもない竿を持ってきてソリッドについてくれっていう人も年間 2,3 人おられますので、いいチューンだと思います。喜んでもらえるのでおすすめです。じゃあねー。